コミュニケーション学はコミュニケーションの過程を扱う学問分野である。コミュニケーションは時空間の隔離を超えてシンボルを共有する行為と定義され、学問としてのコミュニケーション学は情報を受け手がどう解釈するのかといった点や文脈の中で発話や言語が持つ政治的、文化的、経済的、社会的側面にしばしば関心を寄せる。 このためコミュニケーション学は対人関係、対面の会話から演説、さらにはテレビ放送のようなマスメディアまで幅広い主題や文脈にまたがるものとなる。コミュニケーションはしばしば現代社会の基本理念であるとされ、コミュニケーションのない現代生活は想像することが難しい。しかし、英語圏において社会思想の主題として、 コミュニケーションが取り上げられるようになったのは20世紀初頭になってからであり、コミュニケーションは比較的新しい、まだ解決していない問題領域である。現在、コミュニケーション活動の概念化について多くの研究者たちが論じている内容は、以下、二つのモデルの中間のどこかにあるか、その両者を踏まえてその先へ論及するものである。伝達モデルとは、 コミュニケーションはメッセージが送られ、伝達され、フィルターにかけられて、受け取られる過程とする見方である。その革新において、伝達モデルは、1948年のクロード・シャノンの論文、エーマ・セマティカル・セオリー・オブ・コミュニケーションに触発された、情報理論と密接につながっている。儀式モデルとは、コミュニケーションは、意味のある、人間関係やコミュニティを形成する。 中心的な日常的な儀式に関わるものとする見方。ジェームズ・ W ・ケアリーが提唱した。伝達が輸送としてコミュニケーションのモデルを提案するのに対して儀式モデルは反復されたメディアイベントの中で意味が構成されることを提案している。例えば、新聞は読者にテキストを通してメッセージを伝達するだけでなく、毎朝配達され、 いつも見慣れた紙面構成を取ることによって繰り返し意味のあるイベントを提示し読者に念を押し確認させるものなのである。アメリカ合衆国においてコミュニケーションに関する大学院レベルのプログラムの多くはスピーチと古代の修辞学にまでその歴史を遡らせている。コミュニケーションの様々な側面は昔から人文系の学問の主題となっていた。古代。 ギリシアやローマでは、雄弁と説得の技術としての修字学が、学生にとって重要な課題であった。長く続いた重要な議論には、基本原理を学べば、誰でも効果的な話者となることができるのか、あるいは、優れた修字は演説者の個性の優秀性に由来するのか、といったものがあった。ヨーロッパ中世からルネサンス期を通して、文法学、修字学、 論理学からなる産学はヨーロッパにおける古典的な学習体系の基礎となっていた。この分野は大学によってあるいは国によって数多くの異なる名称で制度化されてきており、コミュニケーション、コミュニケーション学、スピーチコミュニケーション、修辞学、コミュニケーション科学、メディア研究、コミュニケーションアート、マスコミュニケーション、メディア生態学などと様々な名称で呼ばれている。 さらに、時として、メディオロジーと称されることもあるが、通常これはまた別の学問領域のことである。コミュニケーション学は、ジャーナリズム、映画、ラジオテレビ、広告、広報、パフォーマンスなどの学術的プログラムともしばしば重なり合う部分がある。近年では、多くの教育研究組織が、このとてつもなく深く、広い分野を包括的に捉えるため、 コミュニケーション学という共通の用語を用いるようになっている。コミュニケーション専攻出身者は幅広い分野に進出しており、大学教員、マーケティング専門家、メディアの編集者やデザイナー、スピーチセラピスト、ジャーナリスト、人事管理者、企業内、トレーナー、広報実務家、メディアの経営者やコンサルタントなどとして、メディアの制作現場、ライフコーチング、演説、 組織、政治的キャンペーン、問題管理、公共政策など多様な分野において活躍している。アメリカ合衆国では全米コミュニケーション学会が抗議のコミュニケーション学のもとにはっきりと分かれながらしばしば重なり合いもする9つの改区分の存在を認めている。すなわち、コミュニケーションと技術、批判文化、健康、異文化国際、個人間引く。 小集団、マスコミュニケーション、組織、政治、集字学である。一方、国際コミュニケーション学会は、より多くの区分をリストに上げており、その数は増え続けている。リストに上げられた区分の中には、コミュニケーション史コミュニケーション法、政策、コミュニケーションにおける民族と、人種、フェミニズム研究、LGBT 研究、グローバル、コミュニケーションと、 社会変革、情報システム、指導、開発コミュニケーション、ジャーナリズム研究、言語と社会的相互作用、組織コミュニケーション、コミュニケーションの哲学、政治的コミュニケーション、ポピュラーコミュニケーション、パブリックリレーションズ、資格コミュニケーション研究などが含まれている。コミュニケーション学は莫大な幅の広さと学際的な性格を持っており、この学問を 教育体制の中でどう位置づけるべきかが学生たちにとっても組織にとっても難しい判断であると理解できる。知的な体系性が希薄であるにもかかわらず、この分野は多数の学生を集め続けており、学術史や学会も盛んであり、学会では研究者、教育者、立法者、ビジネス実務家、改革者などが関わって活発な議論が展開されている。 コミュニケーション学は、しばしば社会科学と人文書学の両方の一部であるとみなされており、社会学、心理学、人類学、政治学、経済学などとともに、修辞学、文学、言語学、記号論などの分野から、多くの要素が導入されている。さらに、コミュニケーション学は、工学、建築、数学、コンピュータ科学、ジェンダーイコールセクシュアリティ研究など、 他の学問分野の業績も組み入れ、重なり合うことがある。生活の中の多くの分野において、コミュニケーションは広く、また、重要な形で関わっているため、コミュニケーション学はどこにでも関わってくることになり、何がコミュニケーションを構成し何がそうではないのかを、めぐる混乱を、結果としてもたらしている。コミュニケーション学が、確立した学問と言えるのか、 分野なのか、単なる主題に過ぎないのかをめぐる議論は盛んに続けられている。コミュニケーションそのものに関する近年の研究はビジネス、組織開発、哲学、言語学、作文、演劇、ディベート、文芸批評、社会学、歴史、人類学、記号論、国際政策、経済学、政治学などと隣接し、重なり合っている。コミュニケーション、 コミュニケーションアート、コミュニケーション科学といったプログラムには、組織的コミュニケーション、個人間コミュニケーション、スピーチコミュニケーション、マスコミュニケーションなどがしばしば組み込まれており、ジャーナリズム、映画評論、演劇、政治学、選挙へのメディアの影響など、あるいは、ラジオテレビ、映画制作などが含まれている場合もある。コミュニケーション学は、古代やそれ以前にまで遡り得るものではあるが、 今日のアメリカ合衆国でこの学問が確立されるようになる上では20世紀初めのチャールズ・クーリー、ウォルター・リップマン、ジョン・デューインによる業績が特に重要であった。クーリーは1909年の著書社会組織論拡大する意識の研究においてコミュニケーションをそれを通して人間関係が存在し発展する機構を頭に浮かぶあらゆる象徴と それを空間を超えて輸送し、時を超えて保存する手段と定義した。この見方は、その後、社会学ではほとんど顧みられなくなっていったが、社会関係の研究において、コミュニケーションの過程に中心的な構成要素としての位置を与えることになった。ウォルター・リップマンは、1922年に刊行された世論において、この コミュニケーションの構成要素としての重要性と合わせて、新しい技術とマスコミュニケーション組織の交流によって、合意の喪失が可能になり、彼の言う、外部世界と頭の中の絵柄の間に、古典的な民主主義の実現を不可能にするほどのスケールで、不一致を生じさせる、という恐るべき見通しを述べた。ジョン・デューイは、1927年の現代政治の基礎講習と、 その書問題において、コミュニケーションについて、同様の見方を示しながらも、楽観的に、進歩的、民主的改革の論題を結びつけ、コミュニケーションは、それだけで偉大なコミュニティを創造できると述べた。クーリー、リップマン、デューイは、社会生活における、コミュニケーションの中心的な重要性、急速な社会変革の最中の社会における巨大で、 潜在的に強い力を持ったメディア組織と新しいコミュニケーションテクノロジーの交流、コミュニケーションと民主主義やコミュニティとの関係といったテーマをすでに捉えていた。こうしたテーマは現在でもコミュニケーション学にとって中心的な課題である。こうした関心はガブリエル・タルドやテオドール・アドルノのような論者の業績でも取り上げられ、他の地域におけるコミュニケーション学の展開においても 中心的なテーマとなった。20世紀初めには以上のような流れと並行して社会科学よりも人文書学から多くを引く、ついだ文化批評の流れが発展した。W.E.B. デュボイスは社会学出身であったが、その業績は芸術や精神に関するものが顕著であった。アメリカの演説についての研究が始まったのもこの時代である。 ハーバート A ・ウィチェルンズは、1925年に、ザルテラリー・クリティシズム・オブ・オートリという論文を、著書、スタディーズ・イン・レトリック・アンド・パブリック・スピーキング・イン・オナー・オブ・ジェームズ・アルベルト・ワイノンスに収めた。ウィチェルンズの論文は、学問的関心や、調査の対象領域として、修辞学を文学研究と対等にする試みであった。ウィチェルンズは、演説は、 文学同様に真剣に受け止められるべきものであり、批評と分析の対象とされるべきであると記した。今日、この論文は、修辞学的批評の学科目において、標準的に読まれる文献となっているが、発表直後には、修辞学の分野からほとんど反響は得られなかった。アメリカ合衆国の高等教育や研究において、コミュニケーション学の制度化が始まったのは、コロンビア大学。 シカゴ大学、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校など、初期のパイオニアであり、制度化を推進したポール・ラザースフェルド、ハロルド・ラスウェル、ウィルバー・シュラムといった人々が所属していた、大学においてであった、としばしば論じられている。1944年には、ラザースフェルドによって、コロンビア大学に応用社会調査室が創設された。もともとラザースフェルドは、 ロックフェラー財団の資金提供を受けて1937年から始めたラジオプロジェクトをいくつかの大学などで指導しており、1939年からはコロンビア大学にその事務局を置いていたが、それを継承したのがこの新しい部局であった。ラジオプロジェクトには、ラザースフェルド自身の他にも、アドルノやハドレーキャントリル、ゴードンウォールポート、あとに、 CBS の社長となるフランク・スタントンらが様々な形で関わっていた。ラザースフェルドと応用社会長差出は相当な量の研究成果を生み出し、様々な協調者たちを得て書籍のシリーズを刊行し、コミュニケーション学の定義づけを助ける論集を編纂した。その編書の中には、1955年のパーソナルインフルエンスのように、 いわゆるメディア効果論の伝統の中で現在でも古典となっているものもある。コロンビア大学では伝統的にコミュニケーション学が社会学と緊密に結びついており、ロバート・キング・マートンなど社会学プログラムからも応用社会調査室に関わりを持つ者が時折いた。コロンビア大学が学位を授与する大学院プログラムとしてコミュニケーション専攻を設けたのは ずっと後の1990年代になってからであるが、このことはコミュニケーションについての数多くの重要な調査がコミュニケーション学という名称を負った学問の外において実施され続けてきたことを示している。また、この調査室やラザースフェルドの調査一般については、時として存在してきたコミュニケーション学とメディア産業との緊密な関係の事例であると見ることもできる。 1940年代以降、シカゴ大学はいくつかの一時的ながら重要なコミュニケーションに関する委員会の類の拠点となり、そうしたプログラムは何人もの指導的なコミュニケーション学研究者を育てることになった。コロンビア大学における状況とは対照的にこうしたプログラムははっきりとコミュニケーションという名を冠していた。やはり、ロックフェラー財団から資金を提供されていた。 コミュニケーションと世論に関する委員会は、ラスウェルに加え、ダグラス・ウェイプルズ、サミュエル・スタウファ、ルイス・ワース、ハーバート・ジョージ・ブルーマーといった面々が参加したが、彼らは皆、それぞれ、シカゴ大学の別の部局に所属していた。戦時下で、連邦政府がコミュニケーションへの関心を高めていく状況のもと、彼らは委員会を編成して、基本的には、学術、 教育の側面で貢献することが目指され、特に戦時情報局とは緊密なつながりを持っていた。コロンビア大学の応用社会調査室にとって、メディア産業とのつながりが重要であったのと同じように、シカゴ大学の委員会は、コミュニケーション学と政府の関心や資金援助が結びついていることを思い起こさせるものである。後に、シカゴ大学には、ハッチンス委員会や、 コミュニケーション委員会の組織的本拠が置かれることになった。校舎は学位を授与するプログラムとなり、その教授陣には、エリウ、カッツ、バーナード・ベレルソン、エドワード・シルズ、デイビッド・リースマンらが名を連ね、その出身者には、ハーバート・ジェイガンズや、マイケル・グレビッチらがいた。委員会は、ベレルソン・とモリス・ジャノイッツの、パブリック・オピニオンコミュニケーションのような書籍や、学術史、 Studies in Public Communication を発行した。1947年、戦後のアメリカ合衆国におけるコミュニケーション学制度化の鍵を握る人物となったウィルバー・シュラムによって、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校にコミュニケーション調査研究所が創設された。シカゴ大学のいろいろな委員会と同じように、イリノイ大学のプログラムもコミュニケーションの名を監視。 大学院の学位を授与した。シュラブは社会科学から影響を受けていたコロンビア大学やシカゴ大学の研究者たちとは異なり、英文学出身で既存のスピーチコミュニケーション、修辞学、さらにはジャーナリズムのプログラムをコミュニケーションの参加に統合しながらコミュニケーション学を発展させてきていた。シュラブはマスコミュニケーション過程と効果という教科書を編集し、 その中で、ラザースフェルド、ラスワル、カール・ホブランド、クルト・レビンらをコミュニケーション学の創業の党たちと位置づけ、この分野の定義づけの助けとなった。シュラムはまた、コミュニケーション学のためのいくつかのマニフェストも作成しており、その一つが1963年のザ・サイエンス・オブ・ヒューマン・コミュニケーションであった。シュラムと研究所は、1955年にスタンフォード大学へ移った。 シュラムの文下生からは、エベリット・ロジャースのように重要な成果を上げるようになったものも数多く出た。1950年代以降、コミュニケーション学はいくつかの新しい、またそれまでとは非常に異なった方向に枝を伸ばした。各地の大学に新しいプログラムが開設され、新たな学術史が創刊された。ハロルド・イニスのエンパイアコミュニケーションズによって提起されて、 議論を読んだメディア理論の業績が重要性を増し、マーシャル・マクルーハンのメディア論で広く知られるようになった。この観点は、後年のジョシア・メイロウィッツの業績1986年などに受け継がれた。1940年代に展開した2つの動きが、1950年代にコミュニケーション学のパラダイムをシフトさせ、それ以降はより定量的思考性が強まり、 少なくとも、定量的方向での議論を避けて通ることはできない状況になっていった。その一つは、ノーバート・ウィーナーが1948年のサイバネティクス、オアザ・コントロール・アンド・コミュニケーション・イン・ザ・アニマル・アンド・ザ・マシンで定式化したサイバネティクスであり、もう一つは、クロード・シャノンとウォーレン・ウィーバーが、コミュニケーションの数学的理論において、定量的な表現を通して、再定起した。 情報理論であった。こうした業績は、広く社会の一般理論に組み込まれるべきもの、そのために提起されたものである。フランクフルト学派と関連付けられる、批判理論の伝統は、ヨーロッパにおけるのと同様に、多くの研究者に重要な影響を与えている。社会学分野で展開された業績ではあるが、ユルゲンハーバーマスや、合衆国に拠点を置いたレオローロオーベンタール。 ヘルベルト・マルクーゼ、ジーク・フリート・クラカワーらは、より早い時期のアドルノや、マックス・ホルクハイマーらと同じように、文化産業について経験的にも、理論的にも、焦点を当てる、文化批判の伝統全体に、引き続き影響を与え続けた。1953年、産業界からの増大する需要に応えて、レンセラー工科大学が、テクニカルライティングの修士号を授与するようになった。 1960年代には、高等でのコミュニケーションや視聴覚機器を用いる、コミュニケーションについてのトレーニングが、家庭に組み込まれたこともあり、学位名は、テクニカルコミュニケーションに変更された。これは、長くルパイの教授であり、執行部の一員でもあった JR グールドの、草案によるものであった。1960年代には、グールドや同僚たちは、博士レベルでのテクニカルコミュニケーション、 ビジネスコミュニケーションの研究過程への需要の高まりに直面した。その結果、レンセラー工科大学は1965年にコミュニケーションと修士学の博士号を取得できる過程を開設した。このルパイの博士課程は合衆国や他の先進諸国におけるテクニカルな側面に重点を置いたコミュニケーション関係の博士課程の原型となった。 1960年代から1970年代にかけてはペンシルベニア大学のアンネンバーグスクールオブコミュニケーションに所属したジョージ・ガーブナーが新たに提唱したカルティベーション理論が展開を見せたこのアプローチは従来のメディアについての研究で関心の中心にあった短期的な効果から重点を移して代わりに例えば長期間にわたってテレビを視聴し続けることが 視聴者の現実認識にどのような効果を及ぼすのかを後付けようと試みるものであった。1971年にニール・ポストマンが資金を提供してニューヨーク大学にメディアエコロジーのプログラムが設立された。メディアエコロジーの研究者たちはかつてのカナダのメディア理論の伝統が生んだ業績よりもより広くより文化的な要態で メディア環境相対を研究しよう試み、幅広く多分野からの様々な要素を取り入れた。このような観点は、新たに独立した学会としてメディアエコロジー学会を誕生させた。1972年には、マックスウェル・マッコムズとドナルド賞が新しい道を切り開くメディア効果についての論題設定理論を論文で提起した。これは、 従来限定的であると考えられてきた短期的なメディア効果について新たな概念化を行うものであった。このアプローチはフレーミング、プライミング、ゲートキーピングといったアイデアが追加されて発達し、特に政治的コミュニケーションやニュース報道についての研究に大きな影響力を持つようになっている。1970年代には後に 利用と満足研究として知られるようになる一連の成果がエリュカッツ、ジェイ・ブラムラー・マイケル・グレビッチなどによって展開された。このアプローチでは、コミュニケーション過程を送り手から受けてへの単純な一方向の流れと捉えるのではなく、受け手たちがコミュニケーションから何を取り出しているのか、コミュニケーションとどう関係しているのか、なぜコミュニケーションに熱中するのか、といったことを、特に、 マスメディアの事例について綿密な検討が始められた。ドイツにおけるコミュニケーション学には哲学、テキスト解釈、歴史研究における豊富な解釈学的蓄積がある。しかし、第二次世界大戦後には数多くの新しいパラダイムも登場している。1966年に発表されたエリザベート・ノエルの今の沈黙の螺旋についての先駆的研究は 世界中に広く影響を与え、合衆国などでも主流派パラダイムに匹敵する位置を占めるようになっている。1970年代には、カールドイッチが西ドイツを訪れ、サイバネティックスに示唆を得た彼の業績が、他の地域同様ドイツでも広く影響を与えた。フランクフルト学派の業績は、コミュニケーションについてのドイツ人の業績の基礎となっている。ホルクハイマー、 アドルの、ハバマスだけでなく、オスカル・ネクトや、アレクサンダー・クルーゲなども、この思想の流れの展開に、重要な役割を果たしてきた。重要な対抗パラダイムとして、ニクラス・ルーマンやその門下のディルクベッカーらが、発展させた社会システム理論がある。1980年代以降は、フリードリ・ヒキットラーらが、イニスや、マクルーハンらカナダのメディア理論を部分的に、継承しつつ、 ポスト構造主義も取り込んで、新ドイツメディア理論を展開している。国公立私立大学、ありがとうございます。